闘病前です。8、7、6、5秒前、4、3、2。皆さんこんばんは、ミスター琵琶湖優さんこと川本優でございます。さあ10月からカタリズム少々リニューアルさせていただきました。ワンテーマで30分いこうということで、今日のテーマは旅行ということになっております。そしてもう一つ、私にパートナーができました。毎週毎週週替わりのパートナーにお付き合いをいただいております。今日のパートナーはこの方です。こんにちは、アイリンこと角野愛理です。今年からスーパー GT のレースクイーンに憧れて芸能事務所に入ったばかりの新人なんですが、うん、今は大学に通いながら活動をしています。おー、ということでね、はい、龍谷大学のミス龍谷のファイナリスト。はい、そうです、うん、現在あの龍谷大学のミスコンテスト、うん、ファイナリストとして出場しておりまして、うん、もう参加するからには絶対にグランプリを取りたいと思って、はい、活動しております。あ、それはすごいな。あ、拍手ありがとうございます。ありがとうございます。今日も冷やかしの人が何人か来ておるんですがねえ、ということはじゃあ今投票期間ということやから、はい、ラジオをお聞きの皆さんにも投票してほしいんやね、はい、もちろん投票お願いしたいですね、はい、何で検索すればいいですか。明日からウェブの投票が、うん、始まるんですけど、うん、ツイッターで、うん、角野愛理で調べていただければ、うん、はい、角野愛理、はい、門構えの門に野原の野、そして愛しい、はい、そして里ですね、はい、角野愛理でツイッター検索していただいて、ぜひ一票を入れていただきたいなと思います、はい、さあレースクイーンに憧れてるということで。そうです、うん、スーパー GT のレースクイーンに、うん、憧れていて、スーパー GT というのがやっぱりレースの中では日本一のレースなので、うん、その中でも日本一のレースクイーンになりたいと思っています、うん、すごいなあ、なあ、はい、やっぱりレースクイーンって憧れ。そうですね、初めて鈴鹿サーキットの会場に行った時に、うん、その見たレースクイーンの方々がすごくもう衝撃的で、うん、輝いてたよね。はい、そうです。もうなんか華やかなイメージがあったわけはい、ね、まあ、芸能活動の第一歩を踏み出したばかりの愛理ちゃんが今日のパートナーということで、はい、はい、そうです、ね、さあ、今日のテーマは旅行ということなんですが、愛理ちゃんはこの夏、この最近ではどっか旅行行きましたか。はい、そうですね、最近は長野県の阿智村という、うん、日本で一番星が綺麗に見える場所にキャンプに行ってきました。阿智村、はい、へえ、星綺麗でしたか。星が綺麗に見えるというふうに聞いていたので、うん、とっても期待していったんですけど、うんうんうん、月が明るすぎて肝心な星があまり綺麗に見えなかったですあ、そうか、はい、月の光って結構大きいからな。そうなんですよ、それで明るくなってしまって肝心の星が見えなかった、はい、そうなんですよ、星を見に行ったんですけどもあ、そう、はい、キャンプということですからテントで寝たの。はい、あ、そうです、初めて、うん、自分たちでテントをみんなで協力して組み立てて、うん、その組み立てたテントで寝ました。うん、お、すごいね。食事とかどんなもの。自分たちで、うん、作ったんですけど、うん、ポトフとかあと、うん、パエリアとかを作ったりして、ちょっとセレブな感じで行ってきましたねまあどっちかというとグランピングという感じなんかもしれない、ね、そうですね、はい、ね、さあということでね、今日のバイタルテーマは旅行であります。皆さんからのメッセージも後ほど紹介していきたいと思います。さあ、はい、そして今日の収録場所は滋賀県野洲市にありますカフェダイニングループさんです。おしゃれなカフェですね、はい、愛理ちゃん似合うね、こういうカフェ。え、本当ですか。うん、どうですかここの印象は。一度ループさんっていうお名前を聞いたことがあって、うん、来てみたいなっ て, は 思, ってた、はい、思ってたんですよ。あ、そうか、はい、愛理ちゃんは大津市出身やからね。はい、そうです、ね、ループさんからお届けしたいと思います。さあ、CM の後はテーマナビゲーターの大和くんも参加してバイタルテーマ旅行についてみんなで一緒にカタリズムしましょう。はい、はい、
これ今ですか。すごいな。どんどん読んでいってな。もっと長くした方がいいですか。うん、うん、そうやな。もうちょっともうちょっと長い方がいいですか。わかりました。うんうん、はい、三と四前。まだ大丈夫。楽しいです。大丈夫大丈夫。はい。初めて。初めてです。うんうん。20秒前です。はい。一応まあこのシーンも今流れてます。そうやね。はい。うん、はい、5秒前。4、3、2、1。ゆうさんのカタリズム、今週のバイタルテーマは旅行です。さあここからは私ゆうさんとパートナーの愛理と、そしてテーマナビゲーターの大和くんも参加してくれます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、SNS を通じて、地元を盛り上げて、まあ、滋賀を変えていこうということで活動しております大和です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大和くんの施設応援なんだ今日はね来てますからね。さあ、大和くん、この番組への参加の仕方、はい、簡単に説明してください。はい、まずはですね、愛ちゃんが使っておられる、うん、まあ、SNS インスタであったりで、はい、私、でこう企画配信を行います、うん、で私たちが運営するオンラインサロン上で、うん、生配信をしていこうという企画でございます、うん、ね、で今は LINE ライブを使って生配信をしております。はい、だからこの CM 中とかも全て映ってます。配信してるというね、はい、それを後ほど地上波でオンエアしているという、 そうです、そういう新しい形を取らせていただいております、はい、ね、日本初になると思いますので、はい、さあメッセージもたくさん来てるということで旅行について、はい、はい、では、まあ、第一をお読み上げさせていただきます、大学時代バックパッカーでヨーロッパを一周しました。おお。友達の家に泊まり、友達の、友達と毎日遊びに行って恋をして夢のような1ヶ月でした。あの頃に戻りたい、そういや最近バックパッカーって見なくなりましたね、うん、茨城市の中間管理職さんからいただいております。あ、まあ、かつては大学から社会人になる時に、はい、やっぱりバックパッカーで世界を旅するっていうのは定番でしたからね。バックパッカーというと、あの背負い子を背負ってシュラフ寝袋なんかをね、野宿もできるような格好で、そしてあんまりお金を使わずに、旅をするっていうね。愛理ちゃんなんかそういう旅は全然似合わないよね。そうですか。うん、似合わなさそうですね。もう金使いまくってるやろ。そんなことないですよ。そう、はい、徒歩は使いませんみたいな、ね、感じですよね。徒歩とチャリは使いませんっていう。ねえ、あの各有私も大学を卒業旅行と称して2ヶ月ほどヨーロッパをバックパッカーしましたね。ヨーロッパ2ヶ月間ギターを持って行きまして、まあその時組んでたバンドの相方と行ったんですけど、ギターを持って行ってパリのメトロとか、あのイギリスロンドンのアンダーグラウンドで、通路で歌って、そしてギターケースを開けといたらそこにまあ、チャリンチャリンとお金が入るんですね、うん、それをその夜の飲み代にしてビールなんかを飲んでたのを思い出しますね。すごいですね。その、うん、入れてもらえるお金だけでご飯が食べれちゃうんですか。うんうん、まあ、あのわずかですけどね、うん、あのビールとかウイスキーの飲み代にはなってたかな。うん、とにかくお金がないから僕も友達の家に転がり込んで、うん、それでもうそういう、まあ、演奏旅行みたいな、まあ、ジュネーブ大学でもコンサートしましたしね、ライブをしましたしね、うん、とにかくもう総予算今からで考えると10万もないぐらいで2ヶ月近く置いたんじゃないかな。今ちょうど愛理ちゃんへの質問が来たんですけど、はいはいはい、見上げてるんですか。はい、愛理ちゃん日本旅行で一番行きたいところはどこですかっていう、まあ、メッセージをいただいたので今、はいはい、日本の旅行先で行きたいところ、日本の旅行で行きたいところは、うん、沖縄にまだ行ったことがないので行ってみたいです。あ、そっか、はい、うんうん、僕も行ったことないです。あ、そう、はい、もう沖縄通やで。あ、そうですか。毎年必ず行ってるから。まあ本島だけじゃなく沖縄は本当島がね、うん、離島っていうのが、うん、
本当魅力的なんよ、うんうんうん、すごく素朴でね、うん、そこに、まあ、家族でしばらく滞在して、うんうん、まあ、キッチンのついてるところとか借りてね、うん、ずっと滞在して料理も自分たちでしてみたいな、料理もやって、まあ、潜って、うんうんうん、まあ泡盛飲んで、泡盛チャンプル食べて、まあそれは時がゆっくり流れるよね。沖縄はもう世界の海の中でも有数の美しさやからね、世界中の海の中でもすごい綺麗な海やから、ぜひ行ってほしいね。今のお話聞いて行きたくなりました、うん、行きたくなりましたね。あのカタリズムを沖縄から収録という手もあるよね、うん、こういう時代やから沖縄で生配信もできるわけでしょ。素晴らしいですね、はい、ネット環境さえあればね、はい、そうやってラジオは楽しみながらやらな、うん、そうですよね、うん、あんな商売ならへんねんから、あんなぜひぜひね連れて行っていただきたいですね、はいはい、ぜひ行きたいです。さあ他にもメッセージ、はい、読ませていただきます。秋ですね、うん、紅葉の名所こっそり教えましょうということで、いただいてます、うん、滋賀県近江八幡市の永源寺はとっても有名な、スポットですが、その先の奥永源寺、はあはあ、この地域素朴な自然が多く残っており、うん、滋賀の秘境と言えますと、はいはいはい、紅葉むっちゃ綺麗ですよ、みんなに言わないでねっていうことで言わないでよ農業一辻さん、30歳からいただいております。へえ、はい、まあもう言っちゃってるけど永源寺までは有名じゃないですか、はい、紅葉の名所で、うん、そこから30分ほど三重県側に車を走らせると、まあ奥永源寺という本当素朴な、うん、本当秘境、滋賀の秘境があって、そこは本当紅葉綺麗と聞きますね。僕も奥永源寺には足を運んだことがあるし、そこでライブもやったことがあるんですが、うん、車で行けるんですか。車で行きます。へ、はい、でもそこのもみじには出会ったことがないので行きたいね。行きたいです ね, ね、そこから収録というのも面白いですね面白いね、うん、でももみじの名所とかやったら、はい、愛理ちゃんどこをおすすめする。私はすごくベターになってしまうんですけど、うん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 、やっぱり嵐山の紅葉が好きです。嵐ベタですね。そっか、もう最近中国人ばっかりやけど、本当にもう嵐山、はい、大和君はありますか。僕あの滋賀県 の, あの慶息寺、慶息寺、はい、ちょっとマイナーなんですけど、鶏の足の寺や。そうですそうです、うん、そこがあの有名なあの、うん、紅葉のスポットだって聞いて一度だけ行ったことあるんですけども、あ、私は実は3度ほど行ったかな。あ、そうですか。自分のツアーでも行ったし、うん、むっちゃ綺麗よ。綺麗ですね。あそこは慶息寺。慶息寺、うん、鶏の足の寺ですか。そうそうそうめちゃめちゃ階段が急なんですよね慶息寺の階段、はい、近辺にねいろんな、まあ、観音さん、観音の里とも言われててね、あの辺り、あ、すごくあの質のいいというかね、あの重要な観音さんがあるので、最近観音ガールとか言って、観音ガール、あの若い女の子もよく観音さん見に行くんよ。へえ、そんな趣味はないですか。そうですね、うん、はい、観音さんみたいな顔してるもんな皆さんだいぶディスってます。いや、ディスってへん。なんていうか、のめっとした顔やん。いや、だいぶディスってます。ご利益ありそうってことで。ご利益ありそう。守っていただけそうってことで。思わず、ゆうさんもヤマトも手を合わせてるという状態ですね。手を合わせてしまうという。さあここでヤマトリサーチいきましょう。はい。はい、僕が調べてきた、情報をお伝えします。はい、まず外国人が興味を持っている関西の観光スポット。外国人が興味を持ってる関西の観光スポット、はいはい、行きたいと思ってるところですね、はいはいはい、ベスト3を発表したいと思います、はいはい、第3位、熊野三山と、那智の滝ってことで、また渋いな渋いですね、うん、本当に外国人行きたいと思ってるんですかねここは、まあ、あの2004年にユネスコの世界遺産に登録されたり、はい、あのまあ世界的に認知度が増えたというのもあるかもしれないですし、那智の滝というのが、日本最大の滝、うん、133メートルから落ちる滝ということで、はいはいはい、まあ、圧巻の見ものかなということですね、うんうん、まあ、熊野古道を歩くウォーキングツアーなんか大人気やもんね。大人気ですね、はい、外国人の方そういうとこ興味あるんやみたいです。意外、うん、僕も意外でした、ね、調べてみて、はい、はい、で、第2位です。2位、もう滋賀県人が歓喜すると思いますけども、うん、あの近江八幡の水郷巡りが
入ってます。風情あるよね、水郷巡りは。水郷巡りすごく綺麗なところ、僕も行ったことあるんですけど、うんうん、あのまあ、映画の撮影場所になってたりとか、そうやね、あのめっちゃ有名なのルローニケンシンとか撮られたのがここって聞いてますし、あとはあの、まあ、滋賀で有名なお菓子屋さん、うん、あの種屋さんであったりクラブハリエさんがあるので、はいはいはい、まあ、そういったところで観光、まあ、しやすいのかなって、ね、なるほど。あの手こぎ船があって、船頭さんがね、いろんないい話してくれたり、まあ、歌、まあ、歌なんかも歌ってくれたりするのでね、中ですき焼きとかも食べるしね。行ったことない、愛理ちゃん？ないです。ぜひ水郷巡りはいいと思うよ、はい、いいところですね、うん、はい、うん、はい、ではじゃあ、第1位を発表したいと思います、はい、残念ながら滋賀県ではないんですけども、和歌山県の、本宮温泉郷というところですね。へ、はい、まあ、川湯というのが、すごい、はい、なのであのオリジナルの川湯を作れると、うん、川の横を掘ると源泉が湧いてくる、うん、でそれがまあ70度ぐらいだそうなので、はい、ちょっと川とつなげて自分オリジナルのお風呂を作るみたいなことができるみたいです。川湯か、すごい、はい、いや、なんか金閣寺とか八坂神社とか、そういうベタベタなところも外国人さんは興味ないんやね。おそらくもう一回行った方が多いのかもしれないです。そういうメジャーどころとか、次にやっぱりちょっとそういう熊野古道とか水郷巡りとかにやっぱ足を運ぶようになってるということかな。そうですね、あのこの本宮温泉郷さんもあの世界文化遺産に登録されてますので、やっぱりまあ認知、世界的にも認知度が強いのかなっていうところですね、はい、伏見稲荷なんかもすごい人気やもんね。そうですね、あの、はい、あのなんていうか鳥居、鳥居、千本鳥居が本当遠近法的にもインスタストップ、うん、スポットになってて、ね、ですよね、はい、うんうん、他にも興味ある、外国人さんの興味あるところってデータあるんですか？はい、ちょっといろいろ調べてまいりました、うん、関西でいうと、うん、東映うずまさ映画も、まあ、ベタベタですね。いやでもああいうちょんまげ姿、侍姿はいいんでしょうね、はいはい、うん、あとは兵庫県の有馬温泉。有馬温泉か、はい、温泉っていうのもね、日本の誇れるものやからね、はい、うん、あとはですね、ちょっと、うん、あのまあ、まだマイナーなんですけども、はい、清志屋さんという京都 の、 あの傘を、うん、和傘を製造しているところ。和傘、あの結構京都行くと浴衣で着物で歩いてる外人の方とか見ますので、はいはいはい、ペラペラの着物でねペラペラの着物であの人力車乗ってはりますね多分そういうのでこう傘とかそういうのがこう好まれるのかなっていう印象ですね、うん、あ、はい、まあ今の大和リサーチで言うと本当もうベタベタのものじゃなく、うんうん、今ものからことへと言われてるけど、そうですね、昔はもう本当清水行って京料理バーっと食べて帰ろうかみたいなのやったのが、うん、やっぱり体験とか、そうですね、そこにしかないものになんかシフトしてるなっていうのがよくわかりますね。そうですね、まあ、映画村でもその、ね、うん、あの体験ができますし、そうですね、本当に和傘を作る体験も、うん、できるます、できますし、ね、うんうん、まあ、やっぱり、旅行っていう分野も変わりつつあるなと思わされる大和リサーチでした、はい、さあ、ここで一曲いきましょう、テーマは旅行ということで1972年のナンバー、わー古いな、吉田拓郎さんの4枚目のシングルですね、旅の宿お聴きください。こんなん知らんよ、はい、うん、生まれる前です、この曲の馴染み、そうです、僕も生まれる前です、うん、はい、僕は知らない、僕知らないです、あ、知らんの、はい、1900何年って言ってましたか、72年、72年です、だからパンダがあれは言うたら、はい、うんうん、全く生まれてないですもんね、あゆちゃんもね、うん、1972年72年旅行がテーマだけに旅の宿ということで、うん、いいよね、
この後ぐらいでいきますか。はい、はい、いやー、私はいい曲やなと思いながら聴いてるんですが、愛理ちゃんとかポカーンとしてるね。はい、たく存じ上げませんね。そうですね。吉田拓郎さんは知ってるもんね。ごめんなさい、知らないのか。僕は名前は知ってます。あ、そう、まあ、吉田拓郎さんのシングルとしては唯一のオリコンチャート1位を記録した曲ということでね、もう歌詞の内容は、はい、タイトル通り旅先の風景なんですが、うんうん、岡本治美さんっていう方が作詞家なんですが、はい、その方が夫人と新婚旅行で青森県の温泉に宿泊した時の描写やったということでね、まあ、この頃、まあ、1970年代ぐらいからニューミュージックと言われて、まあ、シンガーソングライターやね、はい、昔は作詞家と作曲家と歌手がいたんやけど、はい、それを全部一人でやってしまう人が増えてきて、そこから始まったんですか。そうそう、さだまさしさんであるとか松山千春さんとかもそうやし、はい、うんうん、もう中島みゆきさんもそうやし、もう作詞家作曲家、いやいや全部自分で作って書いて歌うよっていうところで、まあ、音楽業界が大きく変わってきた時の、まあ、楽曲かなと思いますね。吉田拓郎さんの旅の宿を聴いていただきました、はい、ちょうど1972年、72年、はい、実はパンダがね、うん、初めて日本に来日したいとな月、都市ですね、なってます。あ、そう、パンダの名前何やったっけ。カンカンとランラン。あったあったって思ってる。その時のその広告の見出しが、うん、2時間並んで見物50秒っていうそうか、そういう見出しで売り出されてたみたいですね。初めてパンダに、はい、が来たという年やったよね、はい、ありがとうございます。さあ、メッセージどんどんいきましょう。はい、読ませていただきます、はい、こちらですね、彦根市三次のママ様から来てます、うん、子供が小学校になるまではよく行きました。旅行ですね、うん、平日に休みを取ってのんびり旅、うん、子供が大きくなるまで当分お預けですということで、はい、もう子育ての間なかなか旅行行けないっていうのはあるんかな。そうですね。さあ、どんどん読んでいきましょう。読んでいきましょうか、はい。旅行イコールバイキング、食べ過ぎて帰ってからダイエットに励む、なんかその繰り返しなようですけど、安い旅行増えましたよねっていうことで、長浜市の大江戸温泉ラブさんから。あ、そうか、バイキングついてますからね、大江戸温泉。最近はね、バイキングブームやね。そうですね、ちょっとね、中国系のホテルが沖縄とかでも多くなってきたんやけど、はい、そういうところは大体バイキングやね。まあ、バイキングの方がホテル側から言うとコストもカットできるし、ね、お客さんの満足度も高いということでね。最初から準備できてますからね、準備、あの料理とかが、ね、僕はね、でもあのバイキングとかビュッフェとかいうのあんまり好きじゃないね。そんな食べへんから、あ、うん、なんかもうちゃんとゆっくり出してきていただいて、ゆっくりしたいなと。大人ですね。大人ですね。僕も必死に単価の高そうなもんだけ食べる。なんかステーキとかね、あの今なんかこうステーキを焼いてくださるってことがね、はいはい、あるあるある、すぐそこ行ったりとか、あのフルーツやったらもうみかんじゃなくてメロンメロンとかね。愛理ちゃんはバイキングとか行くの？はい、行きます、うん、あのホテルのスイーツビュッフェがすごい好きで、うん、もう本当によく、そうですね、友達と行きますね。デザートってそんな食べれます？いや、別腹的に女の子は食べるんやな。はい、そうです、どこに入るんですかね。見ると、うん、もう食べれへんって思うんですけど、うん、見ると食べれちゃいますよね。食べれちゃう、はい、まあ、食べるのも旅行の大きな楽しみの一つやからね、はい、食ですよね、やっぱり、ね、メインは、ね、さあ、もう一つメッセージいきましょう。はい、日本には素晴らしいところがいっぱいある、うん、海外なんてと思っていましたが、うん、付き合いで行った海外旅行、関空をスーツケース引っ提げて歩いてる自分に感動、うん、これから大きな世界を見に行く大きな自分がいる気がしました。行ったのは台湾ですと。アジアかいっていう。いや、まあ、奥さんのなのかな、まあ、ゆうちゃんおばちゃんかな。そうですね、おそらくもう海外出るの嫌だわって抵抗感がある世代なのかなとは思いますね。いっぺん行くとでも海外、その分かるわ、関空をコロコロ押しながらカッポしてる自分に多いというのは、うん、
僕も旅行で海外行った時あの行きしの空港であのスーツケースを押してる姿をあの写メ撮りました。ちょっとサングラスかけたり。いやでもね関西人はね、はい、関西国際空港っていうのはもっと誇りを持たなあかんよ、うん、あそこから LCC のメッカやね。LCC っていうのはローコストキャリア、はい、非常に、はい、あの安くて海外に行ける、うんうん、そうですよね。めちゃくちゃ航路がたくさんあるからね、うんうん、台湾とかでも今1万円以下で行けるんじゃない。え、ね、そんなに安くで行けるんですか。一時僕沖縄で片道5000円とか、うん、そうそうそうありましたよ、まあ、あの日はすごく限定されますけど、うん、だから関空を持ってるっていうのはね非常に関西人にとっての強みで、うん、安く手軽に海外旅行に行けるようになったのは関空の LCC のおかげかなと思うけどね。関空様々ですね。様々やで、はい、さあ大和リサーチもう一本行こう。はい、うん、そんな旅行なんですけども、うん、まあ、デジタル化の波がね来ておりまして、うん、はい、旅行スタイルの変化をしております、うん、基本的にもスマホで予約、ネットで購買っていうのが、はいはい、観光経済新聞からそういう記事が出ております、うん、はい、もう、お店に足を運んでツアーを組む、うん、でそれに行くではなくって、うん、宿泊所行く場所交通手段、うん、全部自分で取る、で格安のパックを作るっていうのが今の主流、うん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 、で昔でしたら1年ぐらい前からこの日旅行行くよって計画立ててたんですけども、うんうんうん、もう予約がこの前の週とかに、うん、あ休み入ったから行こうっていう手軽さがすごく増えてきてるということで情報が出ておりますね。まあ旅行者とかも変わっていくよね、はい、昔はパックしてたらもうおっさんおばさんそこに入って、うん、もう同じようなところ連れて行ってたら満足してたんが、うんうん、そうはいかんというか、ね、そうですね。で外国の方がちょっと疑問に思ってはるところがあるらしいんですけども、うん、その日本って一泊二食付きって多いじゃないですか、はいはい、あれ外国の方にあまり受けてないみたいですね。あの素泊まりとか食事を組み合わせる、うん、もしくは素泊まりで食べるとこは自分で決めるっていうのが海外のスタイルらしいです。大体ホテルだけやもん、はい、ホテルにそんな一泊二食ついてるところって海外では珍しいからね、うん、ああそうなんですか、らしいです。せめて、はい、まあ、朝食がついてるぐらいはあるけど、うんうん、やっぱりその知らない街行ったらそこで夜、うんうん、やっぱり食べて飲みたいやん、まあ、地のものをね、うん、そう思わない、愛理ちゃんは。そうですね、今言われてみたら確かに海外に行った時、うん、二食ついてないなっていうことに気づきました、うん、あそうか、はい、外で食べる屋台とか東南アジアとか、ね、台湾でも美味しいもんな、うん、美味しいですよね。安くて美味しいっていうのがね、安くて美味しいから、うん、そういうの見つけるとすごく嬉しいなと思うよね。ホテルで食べようと思うとどうしてもちょっと値段がね高くなるイメージがあるので、そうそうそう、うん、わざわざそんな知らないところ行ってホテルにこもりっきりいうのも面白ないもんな。そうですね、パッと行きたいというのはあるよね、はいはい、さあということでいろいろお話を進めてまいりましたがここで時間となりました、そろそろお時間です。いろんな人の旅行の思い非常に熱かったんじゃないでしょうか。はい、10分進めです。短めに、こんなん来てます、こんなん来てます、こんなん来てます、はい、でメッセージ募集ですね、うん、メッセージ募集は俺やな、はい、まあ、残ったメッセージの紹介ということで、はい、はい、では30秒前、はい初めてのラジオの感想聞くからな。はい、うん、20秒前20秒前にプレッシャーを与えるいやプレッシャーを与えるという LINE チャットのこととかももう一遍詳しく言ってな。はい、わかりました、うん、どこから入れるんでしたっけ、Facebook、Facebook の、うん、俺さっき言うてから2つ目を入れます、うん、はい、はい、さあ10月からリニューアルしたゆうさんのカタリズム、はい、今週のテーマは旅行ということでやっぱり身近な話題だったんかな、はい、盛り上がったような気がしますね。そうですね、はい、まあ、皆さん一回はしたことありますしね。そうやね、はい、さあ読み切れなかったメッセージざっと紹介ください。はい、秋のおすすめは慶息寺、あもう
こう被ってますね。被ってるはい、あたり一面のもみじ景色行ってみたいということで、うん、草津市の、観光雑誌好きで読むけどなかなか行けないアラフォーさんが長いですね。ペンネームが長いな。ペンネームと本文が一緒ぐらいの長さっていうね、はい。と、社会人1年目の研修旅行、某温泉で女風呂を覗いてしこたま怒られた覗きすき涼太さんからわお杉旅行になるかもしれない。 あるあるやね。あ る,、はいはい、あるあるですか、はいはいはい、あるあるなんですか。僕ら世代は多分ない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 覗きおんねん。なんでやろな、覗いても何もならへんのにな。ですね。ねえ、はい。と、毎年の女子会旅行、集合から解散までずっと喋りっぱなし、はい、旅先むっちゃ悩むけど結局どこでも一緒やんって思いながら今年もまたパンフレットとにらめっこ、この時間さえもワイワイガヤガヤ楽しんでます、うん、大津市の声だけ可愛い50代の方からいただいてます。声だけ可愛い50代の方からですね。まあ他にもねたくさん来ておりますが、皆さんもぜひねこのゆうさんの語りズームテーマトークに参加していただきたいと思います、うん、Facebook ページでゆうさんの語りリズムというページがありますので、そこに参加の仕方が載っております、うん、そしてオンラインサロンとかもやってますのでね、はい、みんなと一緒に作っていくラジオ番組、うん、テレビ番組、そういうのも考えてみたいと思ってます。面白いですね、はい、そしてこれ LINE でずっとライブ放送やってるよね。そうです。 LINE ライブという、ツールがありまして、うん、それで生配信しながら喋、らせてもらってます、はい、ね、という新しい試みをやっていますので、ぜひ皆さんよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。来週のテーマなどもその Facebook ページに、掲載されてますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。ゆう、はい、さんが困るようなメッセージを、ね、いただけたら嬉しいなと思います。どんなテーマがいい、アイリー。次のテーマですか、うん、例えば、うん、秋といえば、ベタすぎますか。いいよいいよ。秋、秋か、はい、まあ、スポーツとあり、スポーツとかもいいかもしれない、まあ、食欲の秋もあり、うん、まあ、いろんな読書、ハードな話題でもいいですよ。日韓問題とかね。日韓問題、うん、だいぶハードですね。いや、そういうのもコーナーを織り交ぜてやっていきたい、うん、幅の広さが売りのゆうさんですからね。そうですね、はい、ぜひお願いしたいと思います。さあ、今週のパートナー愛理ちゃん、はい、初めてのラジオどうでしたか。はい、はい、滋賀県生まれ滋賀県育ちなので、うん、あのゆうさんとラジオまさか共演させてもらえる機会があると思わなくて、うん、ありがとうございます、はい、ね、ラジオ収録っていうのを忘れて、うん、あの、うん、楽しんでしまいました。ありがとうね、はい、あの今愛理ちゃんは龍谷のミスキャンパスコンテスト出てるので、はい、角の愛理、はい、角の愛理で検索していただいて、ツイッターで投票していただくと嬉しいよね、はい、嬉しいね。エントリーナンバー3番です。ぜひよろしくお願いしたいと思います。お願いします。さあ、ということでね、今日も、安にありますカフェダイニングループさんからお届けしました。また皆さんね、この番組ぜひ参加していろんな意見を頂戴したいと思います。今日お送りしたのはミスタービアコユウさんこと川本優斗、はい、パートナーの愛理と、そして、はい、大和がお送りしました、はい、それではまた来週です。バイ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 